さんこんにちは。今日は2020年11月の15日の日曜日ですね。今日もね、南紀号を撮影しに来ました。今日は日曜日ということで、南紀1号ですね、8時5分発の1号を撮影しに来ました。今日はね、ちょっと時間がなくてこれしか撮影できないんですけれども、まあちょっとね、できるだけ長く撮影していきたいと思いまして、できるだけね、ここにいる時から今日はね、ちょっと撮ってみました。同時にね、青波線が出発するのと、東海道本線、中央本線ですね、中央本線の列車がね、ちょっと一緒に入ってきてます。はい、まあ、いつもの通りの南紀号入ってきます。今日はね、3両編成で入ってきてます。で、今日の南紀号なんですけれどもね、昨日に引き続き全列車が3両編成での運行になってます。で、先頭車両がね、近郭レールの先頭車両なんですけれども、それは、どうなんでしょうね、昨日はね、全列車がね、ワイドビュー車両の非貫通式でしたね。本当にちょっと驚きましたけれどもね、今日はどんな感じなんでしょうか。まあ昨日と一緒で全列車3両ということで、また非貫通のね、可能性もかなり高くなっているとは思いますので、まあちょっと期待しながら、見ていきたいと思います。で、またね、例によって入ってきましたということで、はい、今日ね、結構ね、人もいなくてね、ちょっと取りやすかったんですよね。なんかね、前はいっぱい人がいた時もあったんですけどね、なかなかね、人が少なくて、まあ取りやすい感じが揃ってるかなと思います。今日もね、晴天です。まあ快晴ですね。今日も暑く夏場です。はい、気になるね、近郭レールの先頭車は、はい、昨日に引き続き非貫通のね、ワイドビュー車両ですね。ちょっと親子がね、ちょっと飛んでいますね。いいですね、こうやって親子で出かけるとね、親子らしい限りですね。やっぱり子供と一緒にね、鉄道の旅をするっていうのはね、やっぱりね、なんだろう、お父さんの夢っていうかね、まあ私はね、こうそういうのがしたいなと思ってます。今のね、子供ね、昔はよく言ってくれたんですけど、最近はね、ちょっと違うものにハマってしまって、なかなか行く機会が減ってしまったので、ちょっと残念に思ってますけどもね。はい、まあ、そんなところで、南紀のね、1号が出発準備に整ったようですというところですね。まあね、向こうの11番線なんか見てもらったのもね、全然ね、人がいないんですよね。もう先ほどね、この南紀が行く前ですね、8時5分発ですから、8時にね、信濃がね、出てたんですけども、それでほとんど乗っていきました。ですのでね、昨日同様、ほとんど人がいません。まあ、人ほとんどっていうかね、ほとんどゼロですよね。で、今ね、これ南紀号がね、発車しました。これ1号ですね。はい、非貫通の、ワイドビュー車両ですね。これが出発していきます。まあ、他にもね、多少ね、撮っている人もいますけど、結構ね、写真が多いですね。結構ビデオはあんまり撮っている人がないかなと思いますね。まあ、昨日と同じ位置で、名古屋の看板があるところで撮ってます。はい、ということでね、今日はね、この1号だけの撮影になりましたけれども、またね、引き続き撮影していきますので、ぜひも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。